アストラハン市電はかつてロシア連邦の都市アストラハンに存在した路面電車。1900年に開通したロシア連邦でも非常に古い歴史を持つ路面電車路線であったが2007年に廃止された。アストラハン市内を走る軌道交通が営業運転を開始したのはロシア帝国時代の1900年6月24日で開通時から全線が電化されていた。 最初に開通したのは4路線、合計9 2 5トルで、15両の車両が導入された。その後も、路線の延伸は続き、ソビヒエト連邦成立後の1930年代には、市内各地に大規模な路面電車網が存在した。第二次世界大戦後の1950年代まで、これらのアストラハンシデンの路線網の基幹は1000ミリメートルであったが、 1952年から営業運転を開始した1号線以降ソ連における標準機である1 5 2 4ト、mm、ルへの改め機が順次行われた。路線網が最大であったのは1970年代後半から1999年5号線が廃止されるまでの期間であり1から5号線に加えて市内中心部を半時計回りに走行する 感情系統の英合線が存在した。だが、施設の老朽化や運営組織の資金難に加えて、モータリーゼーションの進展により、路線バスとの競争が激化し、さらに、路面電車が道路の渋滞の原因と指摘される事態となった。そのため、2005年8月の英合線の廃止を、皮切りに、路線バスに置き換えられていき、利用客が比較的、 多かった4号線も経由する橋梁の再建工事に合わせて廃止された。そして最後に残された3号線の営業運転が終了した2007年7月24日をもって、アストラハンシデンは営業運転を終了した。廃止時に使用されていた車両は、ウスチカタフスキー車両製造工場製の71から605や71から608であった。廃止後もしばらくは各所に、 線路や施設が残存していたが2018年頃までに撤去されている。ありがとうございます。